札幌でオリンピックこれについてどう思うかってことなんですけど、私オリンピックっていうもの自体に、否定的です。もうこれはスポーツマンっていうかスポーツの祭典でアスリートファーストとか言われるけど全然ですね。そんなこと目的じゃないんです。企業側がどれだけ金が儲けられるか、企業の祭典なんですね。これを考えると、もうすでに時代遅れというもの代物じゃないかと、そう考えています。で結局最初にこれぐらい費用がかかるよというものにとどまるということはほぼありません。その何倍も何倍も何倍も費用がかかっていく。でここ札幌においては、この市の財政という部分を、心配なさってますよね。で私の考えとしては本当にそれが経済効果を生んで、例えばですけどね、その波及効果によって多くの人たちに富がもたらされるというようなイベントであるならば、これは開いてもいいと思うんです。それがたとえオリンピックであったとしても。でそのオリンピックを開くというんだったら通貨発行権、お金を作ることができる国が負担をすべきだというふうに思います。逆に言えばこれまで特に自民党政権、まあ、途中民主党政権挟まりましたけれども、自民党政権の時に必ずやられてきたことは何かっていうと、地方に対する財政を絞り込むってことなんです。どうして地方の財政が厳しいかって言ったら、国がちゃんとお金渡してないんですよ。絞っていってんです。絞っていくことによって何が起こるかってことですけど、数年前ちょっと北海道を回らせてもらった時に、自分たちの自治体では本当だったら、自分の身内が要介護3ぐらいの認定を受けられるはずなんだけれども、その1つ上げることが難しい。どうからどう見たってそれに当てはまるはずなのにっていう話なんですね。おそらくここには財源の問題、財政の問題があって、おそらくその地域においては何人ぐらいしかその要介護3であったりとかっていうところしか、数を確保できないとか、とにかく目の前のお金のことで宿泊させられ、させてしまってるってことですね。話戻ると何かっていうと、まずは地方をしっかりと、地方都市をしっかりと盛り上げていく、経済圏を確かなものにしていく、お金をしっかり回るようにしていくってことが第一位なんです。まずそのベースがあった上で大型イベント、それによって波及効果がさらに見込めるようなものであるならば、国がお金を積極的に出していくということをやっていくべきだと思います。で今この時点においての札幌におけるオリンピックというものをやったとしても、皆さんにおそらくその期間中お楽しみを与えられるだけで、そしておそらく期間限定で仕事が増える人もいるかもしれないけれども、全体的に見てそれだけの費用を投入するというようなことを考えるならば、もっと別の部分にお金を流し込んでいく方がおそらく、波及効果、乗数効果っていうのは高まっていくんじゃないかなっていうふうに思います。はい、オリンピックというこの、イベントに関して私はもうすでに終わったものだ、そう考えています。すいません。